ダンカイ・ボーイズは2007年のアメリカ映画。ウォルトベッカー監督、ティム・アレン、ジョン・トラボルタ、マーティン・ローレンス、ウィリアム・ H ・メーシー主演作品。DVD とブルーレイディスクでは、放題がワイルド・ホックズ、ダンカイ・ボーイズに改められている。続編の予定もあったが、中止となった。オハイオ州シンシナティに住む4人の中年男。 立派な仕事と家庭を持ちながらもストレスを溜め込む。司会、ダグ、小説家の夢を持ち妻の尻に敷かれる、廃刊行、ボビー、恋愛とは無縁のパソコン、オタクダドリー、事故破産した挙句妻にも逃げられた元実業家、ウディ。大学の同級生だった彼らはいつも愛車のハーレー・ダビッドソンを乗り回していた。そして4人は、 ワイルドな現実と思いがけない冒険が待ち受けるたびに出発するが、イージーライダーの主演ピーター・ホンダが仮面を出演している。作中で彼が4人に時計を外すように言うのは同作に彼が時計を投げ捨てるシーンがあることからである。この他にもオートバイメーカー、オレンジカウンティ・チョッパーズの CEO であるポール・タトル・シニアが息子であるポール・タトル・ジュニアと共に 本人役で亀を出演している。日本ではバンドウルフルズのアルバム Keep ON Move ON に収録された楽曲胸のがイメージソングとして宣伝に使用された。彼らのボーカルトータス松本は横告編のナレーションも務めている。ありがとうございます。